どうもこんにちは、おむすびチャンネルヒデです。こんにちは、チョウです。はい、今日はですね、秋葉原に来てます。外国人にも有名にもなっている。そうなんです。そのメイド喫茶をですね、今回皆さんにご紹介していきたいと思っています。今日、ご協力いただけるのがメイドカフェ&バーハートオブハーツさんにお邪魔したいと思っております。詳しい場所はですね、下の概要欄に書いておきますので、興味あったらまた見てください。じゃあ早速行ってみましょう。行きましょうか。ここら辺にあるみたいなんですよ。ここなんかなんかすごい暗い道なんですけど、大丈夫ですかねこれ。本当になんか看板見たよ。あ、看板、あ、本当だ、看板ある。これですね、ハートオブハーツさん。そうありましたね。ちょっと行ってみようか。ドキドキする。まあ、長いですね。はい、ここですか。お帰りなさいませ。あ、なんかもうすごい。お帰りなさいませ、やっとさん。ただいまです。お帰りなさい言われた。お帰りなさい言われちゃった。ご主人様のご帰宅です。ようこそハートオブハーツへ。お帰りなさいませご主人様。なんか皆さんでありがとうございます。はい、はい、じゃあそれではご主人様方、本日はご帰宅ありがとうございます、はい、私はアズニャンと言います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もやもやメニューをちょっとご紹介させていただきます、はい、様々なメニューがあるんですけども、はい、やっぱり初めてのメイドカフェのご主人様方とかにおすすめなのは、お絵描きするメニューがまずおすすめです。はい、はい、お絵描きで定番なのがやっぱりメイドカフェなので、オムライスがございます。オムライス、オムライスで決まりましたらカスタネットさんで簡単と並べてください、はい、お願いします。はい、注文決まりました。決めました。でもこれは使わないとメイドさん来ないの。来ないですか。そう、はい、あ、すごい元気いい。はい、お待たせしました、はい、もう決まりですか。決めました。はい、ではドリンク2つ、1つはメロンソーダとアイス乗せます、はい、あ、かしこまりました。メロンクリームソーダ、あ、そうそうそう、はい、あとアイスコーヒーを。アイスコーヒー、同じクリーム。わかりました、はい、コーラフロートにします。はい、あとオムライスも頼みますか。オムライス、オムライス、かしこまりました、ありがとうございます。はい、今お持ちしますね。お願いします。お待ちください。お待たせいたしました。あ、なんか来ました。おー、すごい。コーヒーフロートさんとノンフロートさんになります。かわいい。あ、ちょっと待って、これ何、クマちゃんが書いてあります。クマちゃん萌えがこもってるの。もっと萌えを込めるために、はい、一緒にご主人さんもおまじないやっていただきたいんですよ。いいですか。はい、はい、じゃあ私たちがあなたのハートにってするので、そしたらご主人様が今日キラキラと言ってトゥインクルハーツって言ってもらっていいですか。じゃあいきます。あなたのハートにトゥインクルハーツ。ありがとうございます。クマさんが、あ、萌え萌えですか。今、萌え感じました。いただきます。はい、どうですか。萌え。さすが。お待たせしました。はい、特有のお絵描きをしていきたいんですけれども、はい、何か描いてほしいものとかあったりしますか。ワンちゃん、ワンちゃんの描いてワンちゃん、メイドカフェは萌えと愛がいっぱいです。できました、ワンちゃん。いいね、イエーイ、イエーイ、ドライ。おー、かわいい。おまじさんにもおまじないがあります。おまじない、はい、はい、私たちがハートを込めてってやったら、ご主人様たちもマジカルハーチュってお願いします。ハートを込めてマジカルハーチュー。イエーイ、マジカル。イエーイ。メイドカフェのオムライス、はい、いただきます。これがメインディッシュですかね。美味しいですか。美味しいです。あー、いいですね。トマトソース可愛いし、美味しい。数学ですか、算数ですか。国語ですね。国語、国語でした。私外国人です。台湾人に日本語のテスト、ね、夏休みに帰郷する。あ、ちょっと待って、あ、時間になっちゃいました。じゃあ、ハーツ、わあ、じゃあ、ずんちゃんが丸付けしていきますので、はい、お待ちください。主人様点数は43点でした。ー6
60点がちょっと罰ゲームなので、はい、ご主人様にはちょっと罰ゲームをしていただきたいと思います。やりましょう。じゃあさっきのこちら熊野さんの耳つけていただいて、じゃあそちらのカメラに向けて全力萌え萌えポーズをよろしくお願いします。どうやって3、2、1、はい、萌え萌え萌え。でも楽しんでいただけましたか。はい、はい、楽しかったです。ありがとうございます。こんばんは。どうでした？うん、やっぱり夢のみたいな感じ。夢みたい。そう、貴重な体験をさせていただきました。ということで今日の動画、秋葉原のハートオブハーツさんでした。またね、バイバイ。バイバイ。この動画をもし気に入ってくださったらぜひ LIKE ボタンを押してください。行きたいところとか見てみたいところがありましたらぜひ下のコメント欄に記入してください。サブスクライブもぜひぜひお願いいたします。